し。皆さんこんにちは、伊藤くんです。やってくれたわ。皆さんこんにちは、伊藤くんです。ユーミンです。おーもうやる気満々。今回はコストコに行ってきました。私たち多分ちょっと数えてないけど、多分3ヶ月ぶりぐらいのコストコの動画なんですけど、今回はですね、本当にもう最近コストコ控えてたので、やっぱこれは必要だよねっていうものだけを買いました。我が家はね、この商品をやっぱ気に入ってるんだなっていうのがすごくよくわかると思うので、今回は題してベストオブコストコございます。はい、じゃあサクサクとご紹介してまいりますので、それでは行きまーす。ノリノリだな。どれから開けてみる。これ。じゃあこれから行こうか。今回のコストコは24点で 27,607円です。ほら控えめでしょ。はい。じゃあまず行きます。1品目1品目からベストオブじゃないんだけど大丈夫。1品目はこちら、ディズニー英語カルタ1438円です。まあ我が家はね、1個はおもちゃを買ってるんですけど、まあこれは今回初めて見たので買いました。ベストオブって言ってんのに、まあ、これから出てくるのベストオブだから、これ初めてなんですけど、これね、しかもね、すごいのがね、スマホ対応、アレクサによる読み上げ音声機能付きなんだって。初めて英語に触れるお子さんにぴったりって書いてあるので、なんかこれをちょっと使って英語教育してみようかなと思います。開けてみたい。で、1個だけ開けてみよう。わあ。わあ。あー、こういう感じね。英語のさ、ポスターほら、いいじゃんこれ。トイレのドアに貼ろう。と、こうカルタですね。 A はアホーって書いてある。白雪姫はリンゴを食べるって言ったらこれ取るんだ。めちゃくちゃ可愛い。アナとかもあるよ。アナ、これアナじゃん。アナ、これアレクサで読み上げでちょっとやってみよう。すごい。また今度やろう。分かった。しまってください。次、おしりっき2680円です。これ定番だよね。ほんとなんかなくなったから買おうってやつですね。すごく大判で使いやすいんですよ。ちなみになんですけど、おむつは買ってません。なぜなら早くトイトレを卒業したいからです。なんかでもお尻拭きはね、必要かなと思ったんですよ。やっぱ拭く時とかにね、使ったらいいかなと思ったので。はい、次いきます。はい、じゃあ次これ、はい、みーちゃんが見せんの。コンブレスト、はい、コンブレストです。698円。ありがとう、いいと紹介してくれて。いつもディナーロール買ってるんですけど、これはコーンブレッドロール、ちょっと新しいのがあったので買いました。ベストオブコストコでは多分ディナーロールなんですけど、ちょっとね、新しいのがあるとつい買ってしまうという我が家です。次、こちらです。ルーパック、今やってるルーパック、700、18円です。レッキー。もうこれもね、なくなってきたんで、やっぱこういうのが必要なんだなって思うよね。これ半年くらい使える、おすすめです。次、こちらフライドオニオン698円です。前通ってるけど、はい、言えた。はい、これもね、サラダにかけるやつなんですけど、1年くらい使える。あ、でも賞味期限、うん、賞味期限1年ぐらい。食べてみたい。これサラダに食べたい。食べたい。今食べない。食べないやつ。食べていいやつあるから。こっちでしょ。そうだね。はい。あ、これ。でーん。もうベストオブコストコだよ、今日は。本当に。ハインズオーガニックトマトケチャップ。はい、どうぞ。1380円です。これ食べたい。食べたいね。食べるの本当に。うん。すごく久しぶりに買ったんですけど、ついに切れたので買いました。本当にケチャランなので、大きい方がなお嬉しいので、意外とすぐ使い切っちゃう。じゃあ、コーンブレッドを食べます。あ、すごい、コーンブレッド中にコーン入ってるよ、しっかりと。こっちにする。はい、いただきます。うん、入ってるトウモロコシ、なんかディナーロールより厚みがある感じがする。おいしいおいしい。来ました、バリアのスパゲッティ3キロで948円です。
いやもう結構前からいろんなパスタ買ったんですけど、パスタ全部なくなって久しぶりに買いました。これがベストかなって思います。いろんなパスタある中で。次、お次はこちら、パルメザンチーズ2個入り1698円ですが、70円引きです。これはすごく久しぶりに買いました。今までちょっと削ってたんですけど、なくなっちゃったらね、もう削らずにこれを買いました。いい大容量だからね、本当に容量すごい。22年6月、半年ぐらいだね。お次はこちら、円熟麹味噌 1.8kg 598円です。これもなくなったよ、やっぱ3ヶ月だ。これも足りないです。これはあと1個あと1個あるね。次、じゃんじゃんじゃん、これ変化球。なくなったんです。なくなった、はい、1個目なくなったよ。はい、バリバリ職人 60g980円です。これはね、ジジバーバのお家にあって、私が止まらなかったので食べ始めたらすごい美味しくて買いました。これはね、ベストオブじゃないんですけど、美味しいのでベストオブに認定しましょう。板とかちょっとね、最後ちょっとピリッと辛いかもしれない。食べて、海苔だよ、海苔、海苔食べて、食べたいみたいな。ママは大好きこれ。はい、で1個ずつね、いただきます。うん。うん。失敗。戻された。失敗。どう、好き？好き。お好きなんだ、いたん。大人用のつもりで買ったので。次、霜降りひらたけ399円です。お鍋とかさ、もうすぐお料理何でも使えるじゃん、きのこ。しめじまいたけ、その辺はね、結構毎回買ってます。おぞ、天然スイートマト798円です。エンジェルスイートトマトみたいなちっちゃいのも買ってるんですけど、こっちの方がね、今回は安かったんでこっちにしました。このね、トマト系はね、結構コストコたくさんあるので、クマトとかもいろいろあるんだけど、美味しいです。美味しいです。はい、次、ブルーベリー698円です。510g 入ってる。もう食べたってしょうがないんだよ。はい、じゃあパパに洗ってきてもらおう。はい、次はこちら、カルビーポテト 1.8kg 598円です。じゃがいも類もね、結構ね買ってます。カルビーのこれはね、あのソートの方なんだけど、大きいじゃがいもがいっぱい入ってる方もよく買ってます。次、オーガニック人参 2kg で498円です。超入ってたね、これカレーでもするのかな、我が家は。次いきます。次はこちら、キュウリ198円です。なんかちょっとね、新鮮そうで美味しそうだったので買いました。お野菜系をね、いつも買ってます。何かしら買うよ。あ、出ました、次、ビビゴ水餃子958円です。これがさらに、今回ベストオブだからさ、急に、はい、2個買っちゃいました。これ一番ベストかもしれない、食品の中では。うちはね、イータンとトークンがまず大好き、噛んだけはもうできる。これはね、大好き。餃子食べる、餃子も食べる。これ調理しなきゃいけないからちょっと時間かかるな。チキン食べる。パンゲータン肩ロースしゃぶしゃぶ 2384g で2813円です。お肉類はね、コストコ本当にたくさんあるので。次の、はい、これはね、新商品なんですけど、何かしらお肉は買ってますね。コストコお肉すごいたくさんあるので。ね、肩ロースは初めてみたいな、重いんです。次いきます。食品ラスト、こちら、ロティサリーチキン699円です。コストコといえばというイメージあると思うんですけど、チキンがね、ずっと回ってるんだよ。で、いい匂いもするんですよね。で、これはね、結構安いんですよ。この大きさで699円。分かったけどさ、そこ刺さないで。これはね、ナイフで綺麗に切って食べると美味しいです。ちょっとね、多いから、まあ4人で食べたら食べれると思うんだけど、今日の晩ご飯にしようかなと思って買いました。やったー。今食べるそうなんですけど、どうしますか。じゃあパパがこっちで切ってもらって、マイナリママが違うものを紹介しようかな。お次はこちら、バウンティー3898円です。私の動画見てる人はもう絶対見たことあるんですけど、まあ、これですね、もう定番なくなった。前回トイレットペーパーは買ってたので、トイレットペーパーもおすすめです。サイズが大きいのですごくおすすめですね。次、極上空間マスクです。1498円です。1枚10円っていうね、格安でございます。これもね、なくなったら、まあ、今は買うっていうのもベストオブコストコの中の一つじゃないかなと思います。はい、クレチキンをチキンを食べています。うん、美味しいですか。うん、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 うん
シルコット1828円です。これね、実はノンアルコールなんですけど、これはね、もう本当にもうベストオブコストコですね。以上です。はい、以上24点です。今回はですね、本当に久しぶりのコストコだったので、もうえりすぐりのものだけを買おうと思って、もう最低限にしようと思って、もういつもなんかぶっ飛んでたからさ面白いものいろいろ買ってたんですけど、今回は本当になくなったから必要だなって思うものを買った結果がこういう感じになりました。まあ、ちょっと変化球もあったけど、いやこの辺はやっぱないと買いに行こうって思う商品かなと思います。結構ねコストコ何回も行ってるので、もうどこにこれがあるみたいなの覚えてきたんですけど、やっぱこれかなと思います。なのでね、よかったら参考にしていただけたらなと思います。そう、ぜひ皆さんのねベストバイをね教えていただけたらなと思います。結構でも被ってる商品多いんじゃないかなと思うんだけど、どうですかねうち結構偏ってるのかな、これどうなの。うちはもう絶対これ必要かなっていう感じなものばっか買いました。以上でございます。久しぶりのコストコ動画で楽しかったなという印象、私も楽しかったんですけど、皆さんも楽しんでいただけたらなと思います。それではここまで見ていただきありがとうございます。この動画よければぜひグッドボタン、チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。いた、口見せなくていいんだけど、いた、バイバイ。バイバイ。口見せなくていい。食べます。あ、ごほん。